みゆちゃん、着替えないその服。当然私があげたんだろうけど、センスないよその服。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、旅人の置き土産が。アユナ島の管理人さんへ、昨日はありがとうございました。気持ちだけですがプレゼントを置いていきます。いつまでもお元気で、いよみより。プレゼントはポケットティッシュかい。ポケットティッシュなの？本当に気持ちだけだな。てかどういう気持ちかもよくわからんけど。ほい、それじゃあマンション見てこう。今回は特にハートマークはなしかな。今回、最近あんまり行ってないかなっていう部屋、みんなが言ってくれてたところは、まず、ゆうきちゃんかな。ゆうきちゃん、上の方やったような気が。ゆうきちゃん、ゆうきちゃん。あら？違った？ゆうきちゃん、ゆうきちゃん。そんなに上の方でもなかったのかな。あ、いたいた。ゆうきちゃん、ギター中。入るよ。ですよね。そうです、忘れないで。ユナの欠点も含めて心から親友だと思ってます。おー、いいねいいね、欠点も含めてっていうのいいね。ユナちゃん信頼してる。ふんふんふん。お腹はどう、空いてる？あ、今部屋から出たような、出たよね。やっぱりごめんね、何度も出入りするけれども。アユナのそっくりさん、ようこそ。どうもどうも、ご機嫌みたいでよかったよ。ほい、それじゃあちらし寿司でもどうぞ。お腹空いとるやろ。どう？お、すごく美味しかったようです。よかったよかった。ほい、そして次にノアくん。そうやね、ノアくん最近行ってないね、そういえば。ノアくん、ノアくん。ノアくんこの辺じゃなかったっけ？なんか、中間ぐらいやったような気がしたんやけどな。もしかして通り過ぎた？ノアくん。なんかその可能性もあるような。ノアくん、ノアくん。なんかこんだけ人がおったらさ、何階に誰がおるとか全然わからんよね。あれ違うんか。もっと下の方やったんかな。ノアくん、あの、インカムをね、つけとる子よね。ノア、自分の家で歯を磨いています。お、歯を磨いていますとかもちゃんと言ってくれるんやね。ちょっと、歯磨き中悪いけど、お呼び出しを。どうもどうも。ごめんね。急いでうがいしてきた？アユナのそっくりさんに、久々に会った気がします。お久しぶり。人の目も気にしてたら、何にもできません。まあね。自分は自分、人は人やけん。そこはあんま気にしちゃいかんよね。はい、それじゃあ、今回は、モビール。風にゆらゆら揺れるモビール、あなたの息で揺らしてください。はい。ちょっと飾ってみます。どうぞどうぞ。さあ、揺れる？微妙じゃね？なんかあれやね、そんなに強く揺れるわけでもないんやね。結構な感じで息吹きかけてみたんやけど。微妙？そして何がぶら下がってるんだ？モビールはほっこりしますね。ほっこりするんかな？ほっこりするんかな？まあ、ほっこりしてくれたんならいいんだけどね。あ、歯を磨きに戻った。ほい、それじゃあ次に、キング。寝てるから、寝てるからどうだ？夢にお邪魔する？じゃあ、キングの夢の中へ。待てー。待てー。何あれ？落花生？落花生じゃないあれ。違う？そりゃー。顔面から言ったけど。ピーナッツやーい。ピーナッツ。ピーナッツと落花生ってなんか違うん？一緒じゃない？待てー。違うんかな？わからん。
殻がついてるかついてないかの違いやと思ったんやけど。あれ、殻付きじゃない？今の夢は一体？よっぽどピーナッツが食べたかったんよ、きっと。どういうわけか食べ物ピーナッツを拾いました。ねえ起きてよねえ起きて。ほい、それじゃあ、ま、キングは今就寝中やけん、次これで最後かな。みゆちゃん、みゆちゃん着替えない？その服私があげたんだろうけど当然私があげたんだろうけど、センスないよその服。いや、ポーズを決めるんでなくてね、お着替えを、お着替えをしましょうよ。こうやってじっと見よったらさ、鏡使いよるし、今ちょうど着替えてくれるかなって思いよんやけど、どう？その大阪のおばちゃんスタイル気に入ってるの？じゃあ入ろうか。こんばんは。こんばんは。電車とは合わないと思っているのですが、私とレイちゃんのこともどう思いますか？レイちゃん、こういうとことも見れるんかな？お、見れるやん。レイちゃん、え、でもレイちゃん合わないかもの中におらんよ。お、レイちゃんちょっと不満、ちょっと不満、ちょっと不満ぐらいやったらさ、だ、多分普通に友達とかでもあると思うけんさ。そうですか。普通。私が思っているよりあるのかもしれませんね。そうそう、もうちょっと様子を見てみるのもいいんじゃないかなと思うけど。自分では割と運がいい方だと思います。運がいい方。どういう点で運がいいんやろ。ちょっと詳しく聞かせていただきたいけど。そしてその運をちょっと分けていただきたいかな。どうぞどうぞ。どう？まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で何がいいかな。テニスラケットで。そして、釣り竿を返していただこうかな。ほい。道具、テニスラケットをプレゼントしました。この格好でテニスって言われてもあれやけどね。アメちゃんとか持ってそう。はい、それじゃあ最近行ってないよってみんなが教えてくれたのはこの4人やったんやけど、あのルキアくん、ルキアくんの誕生日を知りたいっていうコメントがあったから、ちょっとルキアくんの部屋に行って、部屋に行って見れるんやったよね、誕生日。え、見れたよね多分。どの辺やっけ、なんかこっちの方。ルキアくん、ルキアくん、あ、おった。あやかちゃんの部屋に出かけとるみたいやけど、ちょっとお呼び出しをするね。おかえりルキアくん、超急いで、猛ダッシュで帰りたいんやね。あゆらのそっくりさん、2ヶ月ぶりですね。お久しぶり。ルキアくんも久々だった。好き嫌いがはっきりしています。好き嫌いがはっきりして、それは食べ物の人の、まあ両方かな。ほい、それじゃあ、あ、これ最後のギリチョコや、どうぞ。ほいほい。ってことは、あと本命しか残ってないってことかな。うおー、ダメやった。美味しくなかった。ギリチョコやけん、あれかな。ちょっとなんか、ちょっと、受け狙いみたいな感じの商品もあったりするんかな。ほい、そして、誕生日。誕生日どうやって見るのこれ。見れなくね？編集のとことかかな。ルキアくんの誕生日は11月23日。11月23日やね。ほい、そういうことです。まだ結構先やね。最近ちょっと誕生日ラッシュが続いとるけん、今日もまた誰かおるんかなとか思っとるけど。ほい、それじゃあライチちゃん、超機嫌良さそう。入るね。かわいいでしょ。かわいいでしょ。自分の友達になりたいです。お、いいねいいね。紹介するよ。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？こういうのもなんかヒントとかあればいいんやけどね。面白い話、なんかこの子はこういう話が好きみたいな。では、ちょっ
とお話ししてきます。こうなんかパイプ別に分けてくれとったらいいんやけど。りんちゃんはなんかよく猫と遊びよるイメージがある部屋の中でちょっと猫ブラブラさせたりしてさ、ブラブラっていうかプラプラっていうか。お、やったね。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。よかったよかった。お礼にそれもあげます。なになに？実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。ヨガも始めてから心と体の調子が良くなってきました。心と体の調子がいいやんいいやん、めっちゃ絶好調やん。それそりゃウキウキにもなるよねほい、そこでさっぱりとゼリーをどうぞ。いただきます。夏バテとかしてさ、夏場に食欲がなくってもゼリーやったらね、つるっといけるけん結構美味しかったようです。体調悪い時には結構助かるよね。おお、なっちゃんの部屋に出かけていった。ほい、それじゃあみんなに募金を募ります。これはあれかな、ネオル住人とかもすごい叩き起こして募金に参加させようかな。すごい管理人だな今日は 27,100 円集まりました。ほい、ありがとう。そして遊園地に誰かおるね。いいね、なんか夜の遊園地とかってウキウキするよね。夜の動物園とかもそうやけど、なんかこう普段空いてない時間とか普段おれんような時間にこういう場所におるって楽しいよね。ほい、そしてマンションの屋上は、マンションの屋上はミュウちゃんかな。さっきテニスラケット渡したけんね。あ、やっぱり打ってる打ってる。こういうのさ、ちょっとフェンスのけてくれんかな、邪魔なんやけどえ、飛んでいったねすげえなんか無言で眺めてたけど飛んでいったね。ほい、それじゃあ、お、ルキアくんがすげえ遊びたがっとるけど、ちょっとクラくんの方に行こうかな。クラくん、この帽子すげえ似合っとるよね。遊ぼう遊ぼう。食後のゲーム、超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。ほい、スタート。超アップクイズ第1問。第1問、ててん。これは何でしょう。え、ピザかと思ったんだけど、ちらし寿司。答えはちらし寿司でした。イエーイ。まああの中ならね、ちらし寿司以外ないよね。第2問、ててん。これは何でしょう。なんだあれは、クロワッサン。答えは、よし。チョコクロワッサン美味しいよね。コンビニで売りよるやつ。え、なにこれ、紙おむつ色的に。おお。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあります。それ変えられてください。ほいほい、じゃあそれじゃあ一番大きいやつ、お宝、木彫りの熊をもらいました。ありがとう。自分に生まれてよかったと思います。いいね、そう思える人生素敵やと思う。どうした、何をクスクスと笑っているんだほい、それじゃあジジちゃん入ろうか。あージジちゃん入ろうか。なんか超暇そうにしてるけど。どうもどうも。ふふんふん、何ご機嫌なのそれは。かっこいい帽子が欲しいです。かっこいい帽子ね。かっこいい帽子、そんなの持ってたか。あ、
斜めのキャップ、これならかっこいいよ。他にだって、あ、ビーニーキャップもあるか。どっちがいいかな？どっちかよね。ビーニーキャップか、斜めのキャップ。今、格好、どんな格好しとんやっけ？ちょっとよくわからんけど。じゃあ、斜めのキャップ。あ、これ、でも服も今赤いけん。赤に赤っていうの微妙よね。ビーニーキャップにしとこうか。うん、じゃあこれで。どう？よくない？すごく気に入ったようです。よかったよかった。似合っとる似合っとる。お礼にこれもあげます。なになに？実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。新しい住人が引っ越してきたらマンション中でお祝いしますよ。すごいよね、マンションの全員が知り合いとかそういうことってある？誰かが同じマンションに引っ越してきたけんって、そんな盛大にお祝いするようなことないけんね。お、なんかケイ君遊びに来とる。何の話しようやろうね。吹き出しで分かればいいのに。ほい、それじゃあ、ななみちゃん入るよ。しゃっくりでよるけん。お、びっくりした。止まった？おかげでしゃっくりが止まりました。お、よかったよかった。新しい服が欲しいです。仕事できそうなのがいいんですが。仕事できそうな新しい服。仕事できそうな新しい服ね。こっちの方かな。制服系。ウェイトレス。これはこれで仕事で着るよ。どう？はい。でもね、ウェイトレスの制服とかってなんか漫画とかアニメとか、こういう感じのね、可愛いやつあるけど、実際喫茶店とか行ったってさ、別にウェイトレスさんあんな格好してないことない？正直現実にあんな感じのないよね。じゃあちょっとバレエを、バレエ入門書、どうぞ。道具、バレエ入門書をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、ミシンをもらいました。ありがとう。ああいうふわふわしたスカートとかもね、かわいいのはおらんよ。あ、それはわかる。ていうかね、まず買う時点で、やっぱり自分の趣味で選ぶけんさ、服を。けいつも、あ、かわいいって思って買ったら、結局、似たような系統の服やったりとか、あとはなんか、中の服は買えよるけど、上着を、ね、同じのをこう羽織って出たりとかしたら結局ね、パッと見た感じの印象は同じっていう。はい、トマトジュースでもどうぞ。いただきます。どう？結構美味しかったようです。なんかお腹があんまり満たされてないみたいやったけん。お、みんなでバレエをしだした。むーちゃんはもう明らかに明らかにバレエをする格好ではない。斬新よね。新たなバレエの誕生みたいな。ほい、それじゃあ一軒家見てみようか。お、もうみんな結構寝よるかな。ガイタンくんとねむちゃん、ねむちゃんの夢の中にちょっとお邪魔します。うわ。わさ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 。ふわ。ふわ。うお。どうこれ。でもこれ結構可愛くない？あ、ちょっと髪の毛後ろに行かないで。髪の毛こうやってちゃんとなっとるときね、ちょっと可愛くない？気が抜けるわ。おーい。この急に喋り出すのはちょっとびっくりするよね。誰を呼んでるんだ、誰を。どういうわけかお宝くしを拾いました。なんてこと、女の子を蹴落としたね。ガイタンくん。しかしネムちゃんはそのまんま寝出すっていう。すごいよね。次に見た時には元通りに。すげえ、早い。しかも超綺麗だ。ほい、ノアくんとアッタン。ここはなんか、
仲良さげにまだ話しよるね。ほい、それじゃあ、あったんのお呼び出しをします。1週間ぶりくらいですか？アズマのそっくりさん、お久しぶり。お腹が空きました。お腹空いた？食後のまったりではなかったんやねほい、それじゃあパエリアでも。ほい、どうぞ。いただきます。どう？まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、何がいいかな。ノートパソコン。ほい、道具、ノートパソコンをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、一応役をもらいました。ありがとう。嫌いな人にも嫌われたくないなんて思ってませんよね。嫌いな人にも嫌われたくない。どうなんやろうね。自分が嫌いでも相手には嫌われたくないとかはあるんかな。でも嫌いな人に好かれようが嫌われようが、なんかどっちでもいいような気するけどね。せつなさんとほのかちゃん、すげえきっちりなんか自分の方に布団を。そして台湾さんとライチちゃん。ライチちゃん一人やん。何にもついてなかったのにお呼び出ししてしまった。かわいいでしょ。かわいいでしょ。ごめんね。さっきも尋ねたし、特に用はなかったんだけど、テレビを中断させてしまった。ほい、それじゃあ、あ、公園に誰かが。あれは誰だ？遠いな。非常に遠いな。あ、あれは、あれは誰？すげえ話してるな。すげえ話してるな。あ、こっちの方回ってきそう。いいな、夜桜。ねえ、もう若干ちょっと散ってきよるけど。仲良さげで何よりだけどさ、めっちゃ二人の間に隙間が。隙間が。ほい、それじゃあ、ミニュース見てこうか。友人になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。マカダミアナッツが大量発生。マカダミアナッツ大量発生ってどういうことなんやろ。マカダミアナッツはもともとこの地域でよく見かける食べ物ではありますが、このように大量発生するのは缶詰ごと大量発生ってなんかめっちゃ良くない？もうなんか保存食として持っておこうや。みんな回収してさ。進歩したんかな、それ。語りかけるんじゃないよ。ありがとう。ほい、それじゃあ、お、愛花ちゃんが呼んでいる。一緒に遊んでくれますか？遊ぼう遊ぼう。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。モザイククイズ第1問。第1問、定点。これは何でしょう？パエリア。答えはさっき見たし。パエリアでした。さっき見たし。モザイククイズ第2問。第2問、定点。これは何でしょう？ブロッコリー。答えは、私ブロッコリー好きやけんね。カリフラワーも同じ。ブロッコリーでした。味の差はよくわからんけど。最終問題。最終問題。これは何でしょう？何あれ。全くわからないけど。カプチーノかな？もう全然、ヨーグルト、そういう容器ね。なるほど。ヨーグルトって普通になんか、普通にスーパーとかコンビニで売りよる、ああいう感じしか想像してなかったわ。ぜひぜひ。だからティッシュをもらいました。ありがとう。踊りたい気分です。踊りたい気分？どうぞ踊って。
マラカスもあるし踊り出してくれていいんだよ。お、走り出したわ走り出したわ、まさかの。ほい、それじゃあアスちゃん入るよ。アスちゃんも久々じゃない？なんかね、アルナのそっくりさん、2ヶ月ぶりですね。ほら、お久しぶり。何か被り物が欲しいです。被り物ね、ティアラ的なものがあればそれが可愛いと思うんやけど。あ、でも被り物やもんねかぼちゃ、きのこ、くるくる髪。くるくる髪ってさ、何気になんか似合いそうじゃない？アスちゃん、おしゃれな感じするけんさ、ちょっとくるくる髪やってみようか。3つもあるんやけど、どんだけやねん。ほい、じゃあこれをどうぞ。あー、服装が合ってないすごく気に入ったようです。あの、別に顔自体おかしくないんやけど、全然服装がね、もうちょっとなんか違うよね。ドレス、実用品、風邪薬をもらいました。うん、こういう感じじゃないね。もうちょっとなんかロングスカート系が似合うんじゃないかな。このマンションがもっと賑やかになったら素敵ですよね。このマンションがもっと賑やかになったらすげえ大変だと思うんだけど今100人いるからね。ほい、それじゃあお腹すいただろうから明太子でも。ご飯がいるかもしれんけど明太子単体で渡されてもね、みたいな。あんまり美味しくなかった？やっぱ白ご飯の友よね。ほい、それじゃあくーちゃん入るよ。大丈夫？しゃっくりしてた？おかげでしゃっくりが止まりました。よかったよかった。新しい帽子が欲しいです。お、新しい帽子。え、それさ、猫耳だけ残して他の部分を変えた方がいいと思うんやけど。帽子にしちゃうの？ダブダブニット帽とかにしよっか。ほい、青系。だってそれ下そのまんまなんやろ？ほら。あ、でもダブダブニット帽はめっちゃ似合う。ねえ。下多分普通にスカートとか履いた方がいいと思う。体だけ猫っていう。実用品、望遠鏡をもらいました。ありがとう。いいよ、いいよ。それでさらに向こうがやる気になったりとかして、相乗効果ね。ほい、それじゃあ、パエリアでもどうぞ。ほいほい。どう？すごく美味しかったようです。よかったよかった。ほい、それじゃあ、あとはどなたか。ことはちゃん。あ、なんか病んでる病んでる。どうした？お腹が痛いとか？風邪？どっちもありそうよね。寒そうやし、部屋。私、もうダメです。まあまあ、話してみてよ。お腹の調子が悪いです。お腹ね、冷やさない方がいいんじゃないかなほい、それじゃあ胃腸薬でも。ほい、いただきます。どうぞどうぞ。と、治った？穏やかな効き目がお腹を癒します。だいぶ調子が良くなりました。お、よかったよかった。レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、ね、何がいいかな。バレエ入門書、フラダンス入門書かな。そして返してもらうものがシャボン玉セットです。ほい、道具、フラダンス入門書をプレゼントしました。おー、いいね。のんかちゃん。のんかちゃんは、まあ信頼してる。まあってついとるけど。なんかちょっと怪しげじゃない？もっとはっきりすげー信頼してるでいいと思うんだけど。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。サクチン超体鍛えるやん。何があったんやろ。